軍用紙一種へ中国語吧ということで、本日の文法解説、名詞編ですね、入門の名詞編、今回は時間詞をやっていきます。早上、晚上、傍晚、昨天、今天、明天。では答え合わせいきましょう。早上，我今天早上没吃早餐。晚上，他晚上有事。傍晚，我们今天傍晚去看电影吧。昨天，我昨天身体不舒服。今天，今天天气很好。明天，我明天很忙。はい、ということで、1個ですね、この文の中から今発表した6つの文から1つピックアップします。今回ピックアップするのは我今天早上没吃早餐。我今天早上没吃早餐。はい、こちらを、ピックアップいたしました。で、本日の文法の、テーマですね、基本語順は主語、動詞、目的語というような形になります。で、時間詞ですね、例えば昨日とか朝、そういった時間詞、現在とかそういったものを表す場合はですね、主語のすぐ後ろ、そして動詞の前に持ってくるという約束になります。では例文を見ていきましょう。我今天早上没吃早餐。はい、主語が我となりますね。そしてその後ろに時間、今天早上、今日の朝と言っています。早上というのは朝という意味です。そして每次ですね、每次、ここが動詞の部分で、最後目的語早餐となります。早餐というのは朝ごはんという意味になります。で、每次、每次、食べていないと。没というのは否定の形になります。特に否定というのは皆さん没と不覚えていると思うんですが、この2つ、使い方が違うのが、没というのは過去のことを否定する場合に使うことになります。なので、今日の朝、朝ごはんを食べていません、これは過去のことですね。なので過去の事象を否定する場合は我今天早上没吃早餐と没吃になります。これ否定だから食べていないというので不吃にした方、いますか？はい、過去のことを否定する場合は基本的に没を使うというような形で文法解説になります。はい、基本語順は主語、動詞、目的語、そして、時間詞を表す場合は主語の後ろ、そして動詞の前と、このお約束忘れないようにしてあげてください。はい、では、最後ですね、例文のシャドーイングコーナーに入りますので、このシャドーイングでは早上、単語と、例文を2回ずつ読みます。早上，早上，我今天早上没吃早餐。我今天早上没吃早餐。晚上，晚上，他晚上有事。他晚上有事。傍晚，傍晚，我们今天傍晚去看电影吧。我们今天傍晚去看电影吧。昨天，昨天，我昨天身体不舒服。我昨天身体不舒服。今天，今天，今天天气很好。今天天气很好。明天，明天，我明天很忙。我明天很忙。はい、ということで本日の動画以上となります。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメント、皆さんからお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ダジャーシャツジェーン。